したら可愛いじゃないですか、うん、であの結構ね学歴もあるんですよ。なので絶対すぐ売れるだろうなと思って入ってきました。はい、私はあのすごくほんまに消極的やったんで、こうちゃんと就職するために、あの性格を改善するために養成所に入ったのがきっかけです。はい、あの松竹芸能の養成所で同期やったんですよ。で私の方が赤坂に声をかけたんですけど、まあ、あの同期の中で組みたいなと思ってて、まあ、他にいい人がいなかったんで消去法であの決めました。ひどいでしょ、はい、でもやっぱりもう普通ですけど、お客さんに笑ってもらえた時、ネタ作るのがやっぱ楽しいんで、自分らでめっちゃ笑いながら作ったネタでお客さんがちゃんと思ったところで笑ってくれたら、よっしゃみたいな感じはありますね。私はもう高橋さんに褒められた時にあ、よかったこれで正解やったんやってなりますね、はい、もう私は特にやっぱり地元でもあるのですごくよく来る場所だし、あとやっぱ私たちにとったらそこのステージが、野外ステージができて、ここで私初めての外での営業っていうのを経験させてもらった場所なんですよ。ロケとかさせてもらってもすごい優しく声かけてくださるんで、すごいあったかい街だし、なんかちょっとそのね、気さくさとちょっと上品さとおしゃれさと、なんか全部をこう兼ね備えてるようなところだなってすごい思います。はい、どうもアルミカンです、よろしくお願いします。いや、男の人ってさ、なかなか変化に気づいてくれへんかったりするやん。わかる、ああいう時って腹立つよな。いやでもそういう時も可愛く怒ってあげるのが大事だと思うね。それやったら私もできんで、まあ、じゃあやってみよう、うん、ちょっと気づかへん、え、メガネ、メガネ、メガネのど帰ったん気づかへんの。気づかへんわな、よう見えるようになったんやから気づく変化にしてくれないと分からへんから、うん、髪型とかを変えて気づかへんって。髪型ね、はいはいはい、ちょっと見て、何してんの、脇毛、何してんねん、萌えは。どうもありがとうございましたちょっと下品です、下品です